ジョゼ一世は、ポルトガル王国、ブラガンサ王朝の国王。全名は、ジョゼ・フランシスコ・アントーニオ・イナチオ・ノーベとアゴスチニオで、ブリガンスで、改革王と呼ばれる。ジョアン五世とその王妃、マリアアナの息子。ジョゼの兄ペドロはわずか2歳で皇居したため、ジョゼが王太子に建てられた。1729年、ジョゼは、スペイン王フェリペ五世の王女マリアナ・ビクトリアと、 結婚した。マリアナは、音楽と狩猟が好きだったが国務を嫌っており、他人と政治について語ることはなかった。1750年、ジョゼは、不応の放漁によって35歳で王位を継いだ。政治より、教会やオペラ、狩猟に興味があった、ジョゼ一世は、セバスティアン・デカルバーリョに、国政のほとんどを委ねた。ジョゼ一世の信任のもと、ポンバルコは、経済、社会、 植民地政策のすべてに辣腕を振るい、ポルトガルのヨーロッパにおける地位を向上させた。1758年に貴族によって、ジョゼ一世の暗殺未遂事件が発生すると、これを口実にポンバルコーは影響力の大きい貴族の家計を排除した。さらに陰謀に1759年にイエズス会をポルトガルから追放し、教会が持っていた公教育の支配権と、 莫大な財産を奪った。ジョゼ一世の治世の出来事には、1755年11月1日に発生し、住宅約1万2000戸が倒壊し6万人の死者を出したリスボン地震がある。地震直後、ジョゼ一世は、漁車のいない馬車の中で王妃と共に残されたという。この最悪で、ジョゼ一世は、壁のある部屋では落ち着けないほどの重度の閉所恐怖症となり、 宮廷をアジュダの丘に設置したテントに移した。しかし首都リスボンはポンバルコーの指揮の下巨額の予算を投じて再建され、中心には、ジョゼ一世の騎馬像が建てられた。リスボンにある、ジョゼ一世の騎馬像ジョゼ一世は1777年2月に、崩御し、大井は、長女マリア一世と、弟ペドロ三世の夫妻が継いだ。ポンバルコーを嫌った、マリア一世の即位により、 その独裁も終わりを告げた。王妃マリアナ・ビクトリアでボルボンとの間には四女が生まれた。ありがとうございます。